皆さんこんにちは、アート先生ですよ。ということでですね、今日はいよいよ秋めいてきましたので、こちら一面に咲きますコスモスを撮っていきたいと思います。今日使っていくカメラはこちらでございます。ニコンの新型機種です、 Z63。 こちらを使ってですね、撮っていこうかなと思っております。今日はですね、まず1本目、 85mm の F1.2 のレンズを使って撮っていきたいと思います。この後にですね、もう1本単焦点を使って撮っていこうかなと思っております。今日はちょっと空がですね、雲が多いので、あんまりこう空を入れずにですね、コスモスだけをこう主体にしたような撮り方を、いろんな撮り方を交えてですね、単焦点の前ボケとか後ボケなんかをですね、入れながら撮っていきたいなと思っております。そして車体の見つけ方っていうところもですね、一緒にご説明できればなと思っておりますので、ぜひ最後までご覧ください。それではですね、まずこのコスモスを撮っていこうと思います。どの被写体を選ぶかっていうのは皆さんの好みでいいと思います。例えば白いのが好きとか、ピンクが好きとか、皆さんが好きな色とか形で選んでいただければなと思います。僕はまず個人的にこういうピンクと白が混じったコスモスの花が好きなので、ここを撮りたいなと。で、その次に背景を見ます。背景を見た時に背景がシンプルじゃないかな、もちろんシンプルで撮りたいのか、もしくは背景を賑やかない色で彩りたいかっていうところで見ていきます。この場合だったらば、背景にたくさんのコスモスがあるので、背景の中にもいろんな色が入るなっていうのが想定できるので、この場所とこのお花を選びました。で、ここで撮影をしていくんですが、まずピント合わせるのはこの真ん中の黄色いところ、このしべのところっていうんですかね、ここにピント合わせて撮っていきます。で、やっぱり花びらがあるので、花びらが邪魔しちゃってしべが撮れないと意味がないんで、この花びらと花びらの間のところの隙間を狙うっていうような撮り方をしていきますから、ちょっと少しね、こう位置取りを見ながら撮影ポジションを決めていく。で、カメラのピントのオートフォーカスモードはフォーカスエリアを1点にしていただければなと思います。で、撮っていきますが、まずこの位置から撮影をするとですね、お花は綺麗に映るんですが、撮ってみますね。こんな感じに映るんですけど、背景のところ一色の緑に入っていて綺麗かもしれませんが、最初僕背景のところはなるべく色鮮やかにっていう風にお話をしたので、その色を出すためにはこういう角度で、見下ろした角度で撮ってみました。なので緑が背景になっちゃったんですけど、色をやっぱ入れるには少しこうしゃがむ、お花と同じ目線ぐらいの位置で撮影をするっていうのが重要になってきますので、この辺りから狙ってみると、あ、いいですね。こういう風に背景にしっかりと色とりどりな感じで入ってくるんですね。よいしょ。こんな風にですね、背景にコスモスのカラーが入ると、ピンクとか白とかが入ることによって、かなりですね、背景が賑やかになりました。こうやって最初の1枚目みたいに緑の単色にする方法もありますけど、たくさんのお花があるっていう様子を広角レンズで狙うのも一つですが、さっき言ったように空が入ってしまうと、どうしてもね、空が白くなっちゃったりとかして、手前のこのお花畑のところが暗く見えちゃったりしますから、こんな風に空を入れずに撮影するけど賑やかに見せたいって時には、こういう撮り方が一つありかなという風に思います。では次の撮影エリア行ってみましょう。では続いてですね、レンズを 135mm の F1.8 にしました。今度はもう望遠の単焦点にしましたけども、前ボケを入れた撮り方をしていきたいなと思います。で、前ボケもお花の前ボケじゃなくて、緑を前ボケにしてお花を主体に撮るっていうような撮り方をしたかったんで、望遠の単焦点レンズにしてみました。そうすると今僕のこの目線からですね、こういう緑の葉っぱがあるんですが、この隙間を縫った先にあるお花を撮っていこうかなと思いますんで、この隙間からこう抜いてね、撮っていきたいなと思います。ではですね、この緑を前ボケにして撮っていきたいと思います。右側の緑が多いので、右側の右半分下っていうんですかね、右下に緑を入れて左上にお花を入れるような構図にしていきます。縁は一番開放の F1.8 にして、なるべく前ボケの効果が分かるような感じで撮っていきたいと思います。よいしょ。今撮ってみたんですけど、少しですね、露出が暗いかなと。前ボケの感じと背景が少し暗く見えるので、もうちょっと露出を上げてみようかなと、プラス 0.7 ぐらいで撮ってみようかなと思います。ちょっとね、明るめにすることによって前ボケのホワット感っていうのが少し増すかなと思いますので、そのように撮ってみたいと思います。もう一枚いきますね。これぐらいですね、明るくすると全体がこう柔らかくなって、
白く飛んでるところもないですし、緑の前ボケのところの柔らかさが十分に出たんじゃないかなというふうに思います。こんな風にですね、撮影すると望遠の単焦点レンズの効果はしっかり出して撮ることができたんじゃないかなと思います。では続きましてですね、今2種類お花の撮り方やってきましたけど、やっぱりこのお花の中には咲き始めの頃でしたらこういうそのまあつぼみもまだたくさんあると思います。なのでこの咲いてるお花だけじゃなくて、こうつぼみっていうのも一緒にね撮っていけるといいかなっていうふうに思いますので、このつぼみもいろんな種類があると思います。例えばこう緑になってるのもあるし、あとはこうちょっと色がつきがあるのもあるんですよ。こういったピンク色のちょっと色づいたつぼみを今回は被写体にしていこうかなと思ってます。でやっぱつぼみって真ん中のつぼみ、花びらになるところの大きいところと周りのこのピュ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 ってちょっとこう短い線があるんですけど、そこのこの形がねすごい綺麗だなと思うので、この形を一緒に出していきたいなというふうに思います。この時にはですね、背景にすでに咲いてる一輪を入れたらなんかすごいいいかなと、親子みたいな感じで撮れるかなと思いますので、ちょっとねそういう風なイメージで狙っていきたいなと思います。お、結構鮮やかに出ますね。このつぼみを入れて背景に、よいしょ、こんな風にですね、つぼみを主役にしました。右と左と3兄弟いまして、その背景にあるコスモスがすごく鮮やかに色が出てると、そうするとやっぱりつぼみを主役にしてますけど、この子だけだとやっぱ色がどうしても浅い、なので被写界深度を浅くして背景をいっぱいぼかして、そのつぼみが主役だよっていうのはきちんと1枚で見て分かるようにしてありますけど、やっぱり色の寂しさがある分、背景にピンクの色をふんだんに入れることですごい画面が賑やかに、そして親子のような明るい1枚になったんじゃないのかなと思います。ではですね、続きましてはこのコスモス畑を歩いていると、他のお花よりも背が高いお花って必ずどのお花畑にもあると思うんですよ。でこのぴょこっとこう高いお花、背が高いお花っていうのを主役にしてあげようっていうお話です。で今回今ね、これまで 135mm のレンズつけてますから、この 135mm の望遠レンズだからこそ撮れる写真になるわけですね。皆さんも 135mm のレンズってない方もいらっしゃると思うんで、例えば望遠レンズ70-300 とか70-200 とか、そういう画角が3桁ぐらいのレンズであれば同じように撮影ができるかなって思いますので、ぜひ真似してみてください。まずですね、僕のこの目線の先に一輪お花がありますので、そこをね撮っていきたいと思います。ということで、僕の正面にあるちょっと背の高いコスモスを主役に撮っていきます。次はですね、縦構図で撮って手前のお花も一緒に入れながら背景を抜いていきたいかなと思います。なるべくまあ空は入れないようにしていこうと思いますので、背の高いお花に合わせまして、この位置でちょっと下に下げる感じですかね。でフォーカスエリアをきちんと主役のお花に持っていって撮りましょう。はい、こんな感じ。こんな風に撮影するとですね、手前のお花たくさん入ってますけども、 F 値なるべく明るくしてるっていうのと、あとはまあ望遠レンズ売ってることもあってですね、手前のお花がしっかりとボケるんですね。この背の高いお花のところだけにピントが合ってるっていう情景がすごく美しいですよね。その背景にもたくさんお花が広がってるっていうのも、このお花の量感がしっかりと映し出されるような構図になってくるんじゃないのかなっていうふうに思います。はい、ということでですね、もう辺りが真っ暗になるまで撮り尽くしました。ということで今回はですね、中望遠系のレンズ、それから望遠のレンズを使ってコスモスを撮るというふうな動画にしてみました。昨年もコスモスの動画を上げたんですけど、あの時は広角レンズなんかを結構いっぱい使って撮ったんですけど、今回はまあ望遠レンズをメインとさせていただきました。やっぱり望遠レンズになってくると手前のボケっていうのを活かしてみたりとか、あとはやはり奥にある被写体を撮影をしてもですね、望遠の圧縮効果だけでも結構手前や奥のボケがすごい綺麗に出ます。このボケの中に何を入れるかっていうところと、皆さんがどのお花を気に入って撮るかっていうところがすごい重要になってきます。望遠レンズの場合にはもうこれだけっていう風に被写体を決めるわけですから、その被写体を決めるってことがすごく重要です。なのでどのお花を撮っていくかってことの選び方、こちらも動画の中で参考になったんじゃないのかなという風に思います。ぜひですね、皆さんの身の回りでもコスモスたくさん咲いてくる時期だと思いますので、ぜひ今日の動画の内容ですね、被写体の見つけ方、レンズの使い方、背景の選び方、この3つのポイントをですね、ぜひ皆さんに参考にしていただいて、身の回りのコスモス綺麗に残していただければなというふうに余っております。ということで、今日ですね、動画の中でお話ししたことをですね、一言で予約することができますので、ぜひですね言わせていただこうかなと思っております。さあ、ということで参りましょう。コスモスを撮る時のカメラの設定はオートでね。
そして大戸先生はですね、普段佐藤カメラ宇都宮本店におりますので、カメラや写真のことご相談などもですね、随時店頭でも受け付けておりますので、ぜひご来店のほどお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。